おめでとうございます。おめでとうございます。あのこの後闘魂さん組手がね、闘魂さん組手でもうあのどっちにでもいいんでずっと座ってやっといてください。ワンピが もういる人からバンバンやっちゃった方がいいですか。もうやっちゃっていいんじゃないですか。はい、はい、あの路地合いやられてる方もちょっと闘魂さんおめでとう。一回はみんな入ってあげて、はい、一回は入ってください。じゃあもうバンバン入っちゃってください。いる方から入っちゃってください。どうぞ。じゃあ僕やっちゃうよ。ここはあのここだけフリップにしとくんで。さあアビビンさんからいく。あんま伸びないですよ。闘魂さん結婚おめでとう組手でございます。ワンピー側に闘魂さん座ってもらいました。さあ最初に入っていくのはアベリーホンダ。いきなりまずいことになってる。まずい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 。内海さん、しかし噂によると本田戦の闘魂でございます。本田戦全一です。2018、11月10日、つなぎミス痛いぞ。あ、また来てね、クロス。これ闘魂さん似てるよね。前から思ってた。やってる。そのままやってる。組手ですから。倒すまででいいっすよ。あの永田正月組手もそんな感じだったから。そう、永田さんが倒せるまで。いや違う違う、永田総合組手は永田さんが負けたら永田さん連行しますよ、はい、そういうシステムだったの。すげえ嫌そうな顔しながら連行するっていうシステムで、おいもっとやらせろよみたいななってましたね。長田、あのダッシュホンダが出てくるやつね。あれすごかったよな。あーはーだーそれは食らっちゃいかんけども、あの技鬼武装って技は龍拳クラスには全難ヒットしないのに、チュンリーとバルドブ全難ヒットするんですよね。なんか不思議ですよね。さあ結婚おめでとうのはずが煽られていく。トコさん緊張してる。大会の顔になってる。なるほど。今ねあのその結婚指輪が重たいから大変なんですよ。飛行券が出ないみたいな。おー新婚さん、トゥースグッチか。ほんで、
うわあ。5連勝ぐらいにしとく。勝ち逃げはダメですよ。で、東光さん1回勝ったら降りなんで、次出てこいっつって。ハナシーさんの結婚おめでとう組み手とか懐かしいよな。あれ面白かったな。なんか小右衛門ともう一人ぐらいしか勝てなかったね。みんなボロッカスにされましたからね。いやー、アベビンワールドに行っちゃってますね。すぐ画面弾いちゃうもんな。ここ、うわー、あらららららら。スピバーだとだー。サラミ強パンクから手つき、これね、ゲージっすよ、ゲージ。あー、ガムシャリに行った。アベリンの前取りが遠い。あらら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 、なぜか最速で張り手が出てくる。おお、からの背中、うわー、うまい。おお嘘でしょ、これは投撃準優勝ですわ。さあ、これで4連勝。さあ、これ終わんなくない？全員そうか、結構みんなニコニコしながら順番待ちしてますけど、キャラ差だからね、ワンチャンじゃないからね。これね、キャラ差あるんすよ、マジで。なんつってもね、はまんないんすよ、このキャラ。はまんないのがやばい。はめようと思ってもはまらないですね。理論上ちゃんとはまらないですね。何がいけないかって、2つ同時にケアじゃなくて、表から重ねる技がホンダは、先端の技以外全部テンションに負けるんですよ。困らないんですね。で、転送をカバーする飛びが、まあ、最近はみんな、詐欺飛びがないじゃないですか。詐欺飛びがない以上、転送のケアをするには高めしかないんですよ。高めも落ちるの、理屈の上ではね。読み合いの部分はありますけども、完全にはまることがないですね。なので地上から行きたいんですけど、地上技がね、またテンションに負けるんです。さらにスピニングがあるので、あらら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 、ら闘魂が、おーい、5連勝許さず。次誰？キヨさん行く。さあ、シュウさん、もはや誰が来ても強いです。これがバーサスです。うまいな、これはもう知ってますね。
はいはいはい、完全に攻略してますね。そうっすね、確認はでかいですよ。やっぱり表彰竜じゃないと落ちないところを表彰竜選んできますからね。さあ抜けるのがむずいが、これはですねチェンリー優勢ですね。ヒューズの止まりが違いすぎる。おっと、おーっ、うぅ、中勝利。配信台はフリープレイでーす。一回はみんな対戦しましょうね。闘魂さんおめでとう、組み手でーす。まあ皆さんじゃあ適当に喋ってあげてください。私はちょっと抜けます。ちょっとなんとなく戻ってきました、ベビンです。さあ今シュウさんが1本取って、さあバードキック引っかかる。あふざけろと聞こえた確かに。さあ今のは甘かった。でバードキックってかなりムカつく部類の技ですよね。はい、強いっていうわけじゃないけど。さあ次はうまい、さあ長州さんで最後締めた。さあ、ね、2連勝ですね、周さんの。いい踏み込み。この対戦ね僕よく見てるんですけど、チュンリー剣、やっぱね剣がうまいとそれほどでもって思えちゃうんですよね。大変ですけど、だからまずは剣のスキルが高くならないといけない、まあ、かなりノーノーっぽいんでこうチュンリー側のそれまでは。さあいいぞ、やり返して、うわー減った、しかも端。さあ追っかけまあ OK でしょう。まあ正直端に行ったらやばいっすね。さあシュウさんが追い込んでる、うまい。まあ端から逃げたからまあ OK かなみたいなとこありますね。はい、さあよく見てる、潰してる、あれ見たよ。さあガムシャルか。さあゼロドット、いやちょっとドキドキしましたね。さあシュウさんの3連ですね。さあ同梱組み手抽選、おうまい、タッチ K で止めて、ここまではシュウさん完璧。終わる、あれは逆投げではよかったんですかね。さあこう泥試合がいいですね。さあ引っかかる、さあ弦で埋めて、
竜巻なんですね。はい、さあTBS だ。さあここらで投稿さんも止めておきたい。さあやっぱりね、結婚生活こう耐えなきゃいけないですからね、出すだけじゃなくて。はい、さあここは、わあちょっと遅かったか。さあうまいぞ。さあまたやってしまったか。シュウさんの間合い取りがうまい。さあ埋めたぞ。ガムってる。これが準備だ。これが同梱準備だ。さあ終わったぞ。おお、天空客中継ですか、あれは大剣。いや、あれが出せるってうまいですよね。さあ追いやったぞ。さあ端に投げて、まあ剣でもよかった気がするけど、まだそのままガムチャル。さあシュウさん4連で止めました。オロナインさんどうぞ。あとねフリーで。さあ投稿者、次はオロナインベガが入りますんで。さあ野試合やられてる方も投稿組みて、皆さんあの1試合お願いいたします。やるまで帰れまてんなんで。さあ埋めて。さあこれは、さあうまいぞ。逃げ出したけど、おお、ひどいな今のは。今のは、さあこれ決まったな。いやその前に削りに行けたけど、一応スパコンがあるからなのか。まあでも格っぽかったけど。さあこういうとこで逃したくはない。うわ、さあダメでも追っかけろ。さあね、こう前半のちょっと投げられが痛かったですね。まああれが基本チュンリー勝ちパターンの。さあまあいいぞ、猫で埋めた。さあこれは逃げときたい。さあこの固めがきつい。いいぞ、投げ返してピヨってしまった。今のはしょうがないな。さあおろね、どうも。さあお次はハイジン龍が参ります。さあ空立つから、おガムザって減ったぞ。これがチュンリー、大阪に行ったパレ君見てるか。こういうことでしょ。ガムじゃなくてもこうですからね。さあよく見て、まずは溜めるのもありでしょう。竜もあー出なかった。
さあ、ハイジクは落ち着きましょう。いいファイヤー。はい、猫3発。いいファイヤー。これは逃したくない。さあ、戦列に気をつけて。なんとか逃げ切れば OK でしょう。さあ、付き合わない。OK、よく見て出した。ここで昇竜。さあ、いい昇竜出たぞ。ただが体力は闘魂大丈夫。今のはちょっと大丈夫。ガムってだ。さあ、闘魂さん、さあ皆さん、試合終わりましたら闘魂さんに一言お願いします。さあ、先ほども当たりました。ガクザン君って言ってしまいます。モミオ君ですね。さあ、これは関係なくちょっとやり直しというか勝っときたい、お互いに。さあ、飛んでしまった後のダブルアップ狙いは、さあ、ガム投げ。もう、よくのすごい顔、わかりますよ。さあ、うまい。もんでる、もんでる。さあ、ガメ味は、切ってきて、次は、埋めましたね。さあ、大パン飛び込みはガード、その次は、あーっと、今はモミオのミス。さあ、闘魂さんも画面端に必死、はい、こっちと流れが変わるか。危ない。あ、よく逃げましたね。さあ、どうする。お、新しい。さあ、闘魂、おお、これちゃんとやればチュンリーだと思うんですけど。いや、だいぶチュンリーだと思いますよ。対空間違うとっていうか、そう、対空、そうですよね。対空が難しいと思います。すごい、さあ、画面端にはめてくる。おお、うまい。ちゃんと見てましたね。あれが強いんだ。強いなぁ。ゲージさえ溜まっちゃえばもう次のもの、はい、そうですね。ダブラリ回れないですもんね。そう、ダブラリ、飛行圏でダブラリを、はい、避けてしまうと追撃の戦列権が入ってしまうので、はい、まあ、本当チュンリーは対空さえ間違わなければ、はい、地上戦もだいぶ有利です。そうですよね、はい。ただ最近のザンギは連キャンジャンプの、はい、標準装備してるので、連キャンジャンプされちゃうとチュンリーも後ろ下がれないので、そこでガードしちゃうとスペルが確定してしまうと。おー、最大、おー、ガード。さあ、バニシング。さあ、読み合い。さあ、見てから、さあ、ここはゲンキックで締めた。繋がってなかったけど。次誰？クロスくんね。クロスくん。入れなくていいよ。クレイでいいよ。あ、入れますよ。はい、どうぞどうぞ。さあ、のじあいやってる皆さんもこの後同コンク見てお願いします。クロスくんです。さあ、今度は、はい、
クロスメイロン。これもこうチュンリーが処理れるか、逆にレックをうまくチュンリーが返せるかにかかってますよね。そうでしょうね、さあ歩いて投げて受け身がない。これが画面から画面端よ。さあどうする。さあこれダメよ。そして今のはおそらく支援客の失敗でしょう。坂上ショーキック、さあゲンキックに対して支援客、さあ裏回り支援客でレッグ客から、はい、転ばせからの投げて投げる。早いでしょ。さあおめでとうございますとクロス君が煽ってますね。まあ結構チュンリーはあの遠距離大キックが結構肝なんですよね。 あれですね。おお、歩いて投げる、ね、垂直パンチ。シューさんの勝利もさっき潰しましたよね。潰しますね、さあ開幕は打ちガード、しかしあっという間に画面端。さあこれはダメ。おナイスでしょ。うまい。さあ投げて浮き目がない。さあこの後はさあ見て、あーっと刀剣を飛ばれて死亡。この対戦も早いカードですよね。さあこけて投げて浮き目ない、画面端二択の支援で投げる。基本投げだった。いやもう本当はその画面端のレッグ絡みは、はい、ま、温度チュンリー大変ですね。ねえ、こういろんなことを想定してきたのに対応しないといけないっていう。さあ今の見てから、はい、チュンリー様今回はいいですね、東郷さん、はい、おお今のはしっかり着地を見てから投げる。そうですね。あいち投げて、投げない。さあ、あれですね、スザンの先のあれが結構、はい、で先出しとかもいいんですよね。あの実は劣化球も潰します、手掛かり。おお、さあ今のは入ってもいいか。これはおそらくセンレスを持ってる、はい、チュンリーの方が有利でしょう。で、あーっと歩いたところに勝券で勝ったのは同コン。あ、宮健入りますよ。さあ開幕は波動拳。ちょっと湘南組手をやりませんか。さあ相模大パン、あ、はい、空中大パンですね。画面端これは落とせないが、なんとか画面端から脱出したのは宮健。そしてハードですね。さあ波動拳、おーっと二昇流投げは当たらず。そして画面端、あー、うわーっと、なぜそこで飛行剣打たなくていいのに。いや、ちょっとお互いぐだってしまいましたね。宮剣はあそこでレッパーはもういなければ、はい、もうほぼ負けでしたね。終わってましたもんね、うん、やっぱキャラ差があるんで、正直剣チュンリーはああいうところ見逃しちゃうと、勝てる試合も勝てなくなっちゃうので、う、はい、チャンスが少ないですからね。さあ勝利で、ここはしっかりやった。うまいぞ、投げ返す。さあガム投げ。さあ見てから一文字、今回が早い。さあ勝利を誘ってからゲンキック。さあ次は お次はグッチー、グッチさん。
キャラなんでもいいっすよ。まあなんでもいいけど、まあある程度メインの方がいいですかね。まあお好きにどうぞ。はいはい、さあ今度はグッチさんのデュー。はい、まずはゲージのため合い、ゲージが多いですね、この対戦。うわー、見てから、まあ両パンチから埋めて2段。おー、うまっ、スキー見てる、春日戦やっぱ知ってますね。さあ、テニスガード。おお、勝利を誘ってから冷静に投げ。さあ、闘魂さん波に乗ってきたか。はい、そうですね、闘魂さんもちょっと火がつくと強いですからね。投げ、浮き身ない、元気が入って、さあ、いい弦が入って、あ、打ち、そして飛びが入って、あーっと、あー、飛びじゃなかった。あーっと、今のグッチさんなんかやろうとしたんですけど、はい、何か当たらず、バックジャンプ猫パンですかね。さあ、来たよ、飛びゼロ。おー、はい、今一瞬シンク抜けちゃうかなと思ったけど、さすがに当たりませんでした。強い。さあ、グッチさんも勢いが出てきた。さあ、飛行剣踏んで、うまいよ、背中蹴り、もう一回飛行剣踏んでしまう。ましたね、お、さあ、ゲージ止めた順に竜巻で暴れる。ファイヤー立って、さあ、ここからはどうするのか。いい飛びでしたね。グッチさんは浮かずに波動拳を打ってしまうと抜けちゃうので、戦列があるので、ここは難しいところ。そしてチュンリー側も、はい、竜が真空持ってるので、はい、うかつに今度は飛行機が打てないと。難しいですね。難しいですね。あーっと、今危なかった。あー、抜けない。あー、竜巻暴れ。グッチさん取りましたね。そうですね、シュウさん言われてるように、もうその後半戦のお互いゲージ溜まってるところって難しいですよね。お互い難しいと思います。チュンリーの場合は一発で入れば持っていける。開幕は球の打ち合いというか、ゲージのため合い、はい、足が速い。先にたまりそうなのはチュンリー。難しい。さあ、オーラパンチ落として、はい、あーっと、今勝利出なかった。出なかったやつですね。投げてそのまま死んでく。今グッチさんもあのチュンリーの垂直ジャンプ反応したんですけどね、はい、ちょっと勝利出ませんでしたね。ですよね。さあ、竜巻でゲージを貯めるのがグッチ。たまった。チャージできた。おーっと、ゲージくん昇竜拳。おー、垂直昇竜拳、さすが。ここは見てる。バックジャンプ中パンチで逃げて、パスだけど全部拾って元気くん背中蹴りから真くん履かせて OK。 さあ、お互いゲージ回収が早いぞ。さあ、パイヤーだってどうする、はい、さあやばいぞこれは。おっと、連続背中蹴り。さあ、残り10秒切って、あー、ここで殲滅がヒット。変わったのは闘魂。友田さん、先行きましょうか。早くいいでしょ、大丈夫。あ、入れなくていいよ。うん、あ、そのままいいよ。お金入れなくていいよ。さあ、お次は友田ベガ。さあ、登り台系を開幕から登り台キック。はい、
さあこれはね、ベガ難しそうですけどね。投げるの順に受け身がない。さあ2択、はい、ここはさあ、いよ、いや、うまいな。遅らしてから2択がうまいな。うまい、うまいぞ。あ、開幕最高は逆列で拒否、はい、さあ今のは返せない。さあ この前はチュンリーがベアがかなりきついですね、はい、ですよね。割っていく。さあオーバー、オーバー。さあ安定の投げてめくりガード、はい、おーっと、ここが痛い。残り10ドット。さすがにちょっと高すぎましたね。いや、いい試合ですね。あのバリアはきついですよね。さあデビルニバさんね、はい、投げる、受け身ない。投げる、また受け身がない。投げ返して、スタコは持ってるぞ、ベガが。さあ100列、さあこれは、さあどうする。いや、これは厳しい。チュンリーはゲージが欲しいが、ね、なかなか貯めにくい。ただあと1回、おっとまだ分かんないぞ。そしてゲージが溜まる。ベガは相打ちで OK ですからね。そうですね、ベガはもう相打ち OK ですね。時間もない、どうする。おー、これは、あっと勝ったのはチュンリー。さあ、お次はアズくん。さあ出てきたのはアズラエル、前回のエクサチャンピオンでございます。ですね。おー、現役入って、おっと、はい、アントメに行かない。やっぱりね、ガエル戦はチュンリーアントメだと思います。こけたら現キック焦がしてからアントメいいと思うんですよね。ですね。もうかなりタクが強いですからね、その後。戦列はガード、あとはシャガチュ振ってればいいぐらいなやつですよね。投げた、さあ2発ページでやる。1本目はぜ、はい、さあナイスタチチュ、アゼチュ多め。さあこの後は、おー、うまい、いいバードキック逃げ。さあバックソバットが機能してますね。あと対空のトルネイディがうまいですね。さあ現在相手、あーっと、さあサマーでよかったんじゃないか。スクバが暴発。チューでいいよ、ショーガチューでいいと思うよ。あーっと残りゼロドットところをガードしてしまった。まだ、まあ、そのままやって勝つまで、東光さんが勝つまで。僕もシューさんも4連ずつちゃんとしてるんで、今のところ最高4連勝、ね、さあアデチュー、さあジャンプ中パンも潰してしまう。こうなるとアゼチューが機能するけど、何こわー、バックソバット強いですね。まあこれ、はい、チュンリー有利って言われてるんですけど、はい、実際結構チュンリーがもう難しいと思うんですよね、ガエルは。そうですね、特にそのさっきの前そばとかバックソバットとか。あー、そうですね、まあ、だから投げからのって感じですよね、チュンリー側は。うわー、うわ、吸い込んだ、吸い込んだ。
まあスクリュー1個分ぐらい減ってたと思いますよ。減りましたね。めくりはガード、はい、投げる、上げ中が機能する。あ、うんまい今のトルネーディ。そうなんですよ、アゼ君はアゼ中だけじゃなくてトルネーディ反応もいいんで。さあちょっと闘魂中にも困ってる。さあこっからまだゲージがないぞ、残り消し溜まる。あー、そしてすぐに放出、もったいない。ちょっとおお、冷静に殿下の放送。まあけど、はい、これ全然ガイルいける組み合わせですからね。そうですよね。僕の見てるとこではこうチュンリーの技に対して8割9割はこうガイルも返し技があるみたいな。ああ、そうですね、結構あの対空に対しても距離によっては全部落とせますからね。はい、投げ返す。こっからはガイルターンだぞ。ただアゼ君はソニックはそこまで速くない。さあ裏剣、さあ中パン、さあチュンリーもなんとかして相打ち OK、 戦列を当てたいがどうする。はい、あー、ここはちょっとガードとか当たってしまいましたね。闘魂さんもこのアゼチューとか飛びとかよく見た方がいいですね。さあ今のオーラパッチタイプは甘い、はい、さあここからだぞ、ゼルイチ。さあ返された、でも悪くはなかったそこまで。そう、さっきのね画面端投稿さんを追い詰めた時もシャガチューでいいと思います、体力勝ってたら。そうですね、ナイスタイク、何もしなくていいよ、そういうこと。もうあそこからお互い地道な作業ですからね。そうですね、まあチュンリーはもう中足振ってるだけでガイルは結構、さあここだぞ、あいちめくりは、おーっと、うまかった、投げて、ここを、さあガードがちょっとトコさん甘いぞ。さあ一旦下がって距離を取るトコさん、はい、さあジャイアンさんのあれだとラインを下げる。そうですね、ラインを下げるってやつですね今のは。はい、あっと今投げに行ったがアジチューで暴れてる。おお、そう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 、さすがにここはこれはお互いいい勉強になったと思いますよ。さあお次はペコさん行く。はい、さあさっきまでチームメイトだったペコさん、はい、キャラは何にすんのかな。あ、さすがネスケ。はい、さあ窮地の中でございますからね。さあいい波動が入って、これは相当いい勝負だと思うんですよね、個人的に。これチュンリーが、はい、波動読みの、はい、垂直ジャンプ S 金に対してできないんですよ。あ、その後追っかけがあるんですか。もうあの垂直ジャンプ見てから、はい、あの S 剣はもう大昇竜確定なので。あ、確なんですか。X 剣だと大昇竜ってチュンリーの垂直ダイパンに負けちゃうんですけど、ありますよね、はい、上昇中無敵だから。はいはいはい、はい、あ、僕もあれですね、ヘイで S 剣使ってパレ君にそれやりましたね。垂直ジャンプできないんですよ目の前で。はい、さあ画面端、これはこれはきつい。さあ追っかけだ。あー、ここは昇竜決に勝ってね。はい、まだやっぱ S 剣のあの壊しがしゃがみ壊しがめちゃめちゃ強くて、あ、今みたいにあの、はい、チュンリーの中足完全に潰すんですよ。これはね、相当いい勝負ですよ。本当だ、画面端はきついんですよ、これチュンリー、まあ、あれですね、今ざまざまちょっと全体をできますもんね、はい、端はさあ、残りゼロ、そして波動拳。
そうですね、シャガチュウ迂闊に出せませんね、チュンリーも。そう、昇竜でも切れますよね、まあ距離によっては昇竜で切れますし、踏み込みシャガチュウが剣のあのやっぱね、壊しで潰れちゃうのはね、ですね、地味にね、はい、嫌なんですよ、チュンリー。なんか選択肢が減るみたいな感じがします。おーっと、ナイス昇竜。チュンリー側としてはもう早くゲージを貯めて、はい、SK の波動拳を無効化したいというか、もう、はい、あー画面端が強いのが SK、特にガードが甘いってわけじゃなくてもうきつかったですね。とりあえずゲージを貯めて、はい、戦列をもういつでも波動拳で抜けれるよっていう状態にしといて、しないともう画面端めちゃめちゃ辛いっすよ。これ、まあ、あれも確定なんだね、あーそしていやー空中ガードキックとかでダメられないんだ。うわーきつい、これはきつい。うわーシュウさんがこう言ってるようなのをこうちょっと分かってきました。端は無理っすね、あれね。とりあえずもう、はい、ゲージ貯めて、はいはい、ゲージ貯めてさすがの S 剣も波動拳打てなくなるので、はい、まあ打てなくなるというか打ちづらくなる、はい、うん、うまい竜巻。さあちょっと前に歩いて投げがうまかったですね。さあやばいぞこれはね、はい、しかも S 剣やっぱりあの波動拳の隙が少ないので、はい、あの画面端が相当強いんですよ。強いなあ。あーこれぞ。さあ天空脚うまかった。はい、まだわかんないですよ、これは全然あるぞ、まだありますよね、あの小足が強いんですよ、あれ踏み込めないでしょ、瞬間、あー、打ちオッケーで、やっぱこの波動の隙も相当ないので、はい、早いですね、回転、はい、さあ、このくらい地獄ですよ、地獄が始まった、瞬間地獄、どうするどうする、さあひたすら波動拳、そして透明これきっつ、どうすんの、これが鳥かごだ、うわー、いうわあー打ちオッケー、いいですね、あ昇竜だとね反対いっちゃったりも、一応俺とアベミンさんが4連勝で最高記録ですね。アイチ、はい、だからこんだけ波動拳が速いとチュンリーガムなかなかゲージタイム大変だと思うんですよ。いやこれまあ僕はシュウさんもこの対戦はよく見てるカードですけど、見てない方はこれちょっとびっくりしてますよね、すごいチュンリー側に S 剣対策って必要だと思うんですよね、これ僕の言葉だとこの対戦やってるもん勝ちみたいなとこありますよね。やってないとダメみたいな、逆にあのチュンリーが S 剣をやってないとすぐやられると。さあここでゲージが溜まる。さあこれはうまい、これですね。さあここで一気体力奪って、これはもうかなりチュンリー、さあ投げる。さあペコさんは3連で、あ入れなくていいよ、あフリップです。東郷さんの東郷さん結婚おめでとうございます、組手なんでスペシャルなんですよ、うん、勝ったら一言。さあここで登場が機械ガエル、これはまたアウゼチューと違くて、アイチ硬いぞ、投げ返しの機械、また踏んでしまう、めくってから、さあここは投げ前のソダだと投げ返さないですからね、機械さんすごい見てるんで、そうですね、あれうまいぞ。さあこれが機械さん安かった、あ怖い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 よ、怖い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 、セルスがガード、ただまだ画面端、おおバン取れた、あいちバックジャンプで逃げる、はい、まだ分からんぞ、
オーラパンチタイク、これはいいぞ。さあ前そば、あー中盤で暴れたのが闘魂。お互いいいとこも出てますね。じゃあまあタイプは違うけど、アジェ戦でちょっと、あそうですね、ちょっとガイル戦のあれが、はい、さあ投げてガムル、ただなんかはい、チュンリーの戦列角ってガイルに全然ヒットほとんどしないんですよね。あー、端じゃないとあれなんですかね。なんか人ガイルのその、フライモーションとか人ばっかだと思うんですけど、これは、これは一生パターンだぞ。さあ、あいつナイスだ、うち削りでも OK。 さあ、スタバ入ってしかし、残りたいボックス、おー、あった、あいつうちさあ、東光さん、取りましたね。さあ、ガイル連戦、ウネ君。さあ、ウネガイル、はい、お、うまいコパンだぞ。あさあ、これは、一回下がるぞ。さあ、ソニックが出なくなってきた。さあ、そうですね、戦列は当たらず、あゆち、さあ、ちゃんとした飛びを頑張ろう、うねくさあ、もう一回これはね、そのままで刺さっちゃうかもしれないっていう、残りタイムも少ない、はい、さあ、10番入って、飛行券。そうですね、東郷さん、さっきのやっぱりアジ戦でちょっとガイル戦を思い出したような感じが、そうですね、まあ、全部じゃないですけど、こう、いいとこが、さあ、しゃがみアッパーかトルネーディが潰される、はい、さあ、東郷ペースになってるか、梅くんはデニック前、さあ、ここからは厳しいぞ。さあ、気をつけてください、あるよ、さあ、虫の息、あー、さすがにそれは当たらないね、絶対ない、あ、ピロシ行く、さあ、ピロシ君が来る、さあ、いいよ、ピロシホンダ、さあ、痛いのが入って、お、さあ、チュンリンの投げではなかった、レイ回数、あー、ここはさすがに大いちょう、はい、白ですね、やっぱチュンリン画面端で100巻をガードしちゃったらだいぶきつくなりますね、はい、そうですね、カラキャンテンションとか出せないと、あーそうだ、中パン、小パンってこうずらすやつですね、そうですね、ホンダの、はい、飛び込み中キックとか、はい、ボディープレスみたいなやつ、攻撃判定が出っ放しなんで、カラキャンしないと、あ、そういうことなんですね、多分、ガードモーションしちゃうじゃないですか、はいはい、そう、気合ガードとか、そう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 、それかタイミングで潰れたり、あーっと、大いちょうが出ない、ただ、チリヒンだぞ、トーコン、あ、うまい、今の上り芝うまいぞ、ここはしっかり待ってる、キックだとね、あれ負けちゃうんですよ、飛びに、あー、なるほど、パンチが勝つ感じですね、さあ、画面端、やっぱりちょっと不安材料、トーコンさん残るけど、さあ、開幕突きが入って、さ
チュンリは本当自由度が高いんで、あ攻めても逃げてもかなり強いっていう本田戦。おっと、あうまいぞ、これは形勢逆転。おっと、今のは運が悪い、悪いやつですね。さあここは冷静。そうですね、この距離をチュンリーがずっと保ってれば、はい、だいぶ本田はきついですよね。そうですね、もう相打ち機構でいいんですよ、ね、うわっ、うんま、見てから今、まあ、見てからってことにしときましょうか、今日は。いやー多分見てからじゃないな。はい、なんか結構適当なところで大キック振ってる気がするぞ。そうっぽいですけど、いやすごいのが見れました。さあ、あーっと開幕も飛ばれて、そうあれなんですよ、まあ、あれですよね、あれをあのガラキャン転送しないと、はい、潰されちゃうんですよね、あーまた飛行飛ばれて大いちょう、広志くん絶好調。まあ、チュンリーもあそこ多分あれなんですよね、飛行券を打ってゲージを貯めたいっていうシーンがあったの で、ね、そこを飛ばれてしまってっていう、はい、いや本当飛行券下がり飛行とかこう難しいですね、速いのと遅いのとこううまく使って、ちゃんとホンダが飛んだのを見て相打ちだとか。さあ今上り中撃体育はうまい、いいですね。さあこれでひよってしまうと次はまずいよ。あカモバラ入ってまだ分からない。そうですね、おっと頭突きが潰されて、チュンリーはねホンダに攻めにもいけるっていう、あこうやって東光様ぜひとも逆転するには戦列を当てたいが、はい、さあ時間の管理も必要だよ。あー今のはちょっと焦ってしまった。もう飛行機打ってる時間はないぞ。ただまだやられる可能性はあるよ、ほら。あーあーさすがにここは待ってますね、冷静だったな、ピロショッター。そうですね、シュウさんが飛行機打ってる暇がないっていうぐらいにもう仕掛けないといけませんでしたね。さあうまい、やりやすい。あーっとお釣りがない。さあ今のはよかった。さあうまい、東根さん飛行券出てないっていうか。そうですね、隙がありますね、攻めどころが。あーっと、タッチにフラフが怪しい。あーっと、中キックが当たらない。あーこれはしょうがないですね。僕ホンダで、まあ、チュンリーやりますけど、やっぱりまずはさっき言われたカラキャン転送ができる人かできない人かで攻め方が変わるっていうか。そうですね、まあヒデもすごい練習してましたからね、カラキャン転送は強いですね。今はいいチュンリーになりましたね、ホンダ戦特にうまいです。さあヒロシ3連勝。そう、あんな感じですね。ただもっと打っていいと思うよ、飛行剣を。これはガード6剣。さあ、かまぼらうまい。さあ、転送で暴れる。あそこは暴れるか。これはガード。さあ、その前に溜めた方がいいぞ。投げかい、あーっと、おいちょうがかくったのか、今は。ピヨって、ここは。おーっと、百裂キックを頭突きが貫通、はい、あれがね、もし台が出てれば状況変わってたかなと思うんですけど。あ、今大百裂だったらってことか。そうですね、さあこれはダメなやつよ。あーっと、位置を確定して、まあいいでしょう。さあ、東根さんもこれですね、相打ち OK。 あとは飛んできたら
ホンダが飛んできたらスパコンで削り逃げると、まあ当たればラッキーと、まあこれもその一つですね。そうですね。さあ1位投稿者は僕、そうですね、もうちょっと打てると思います。まあ、もっと気候打ってもいいと思うんですよね。そうです、そうです、ちょっとあのホンダ周りにさせちゃってるなっていう。そうですね、気候打ってないことでホンダが前歩けちゃうんで、本当気候がうまいとホンダ全く前行けないんで。あー、打っちゃった。それは安い、助かった投稿さん。そうですね、逃げてのおーっとバックジャンプチューキック。さあお次は、さあやってない方どうぞ。誰かやります、組手、組手おいで。あ、小手くん、小手くんいる。これ組手入って、入って、みんなやらないといけないのこれ。うん、どんどん来て、どんどん来て、やってないでしょ、こっち来て。いいよ、そこやっていいよ、はい、どうぞ回ってきて、ちょっと待ってたら悪いけど。少し松本さんもやってなかったら来て、声かけて。さあ、セオチュンリー、同キャラ戦できましたね。青いのが闘魂、はい、じゃあ灰色がと、セオですね。はい、大パンチ。あれは当たりません。さあ歩いてゲンキック。あっと今の戦列ミス。投げて、この同キャラでも、うわあ、そこで戦列当てる。戦列当てるの結構難しいですよね。ここは今のはいけそうなやつでしたけど、なんか多分中キックの仕掛けに戻りに、はい、戦列を当てましたよね、今ね。投げて、浮き目ない。さあ、投げが減る。さあ、これは大丈夫。これちょっと早すぎた。見てから飛べる。おお、あれテンション返せるんだ。これは出ないぞ。投げて、元気くん。さあ、背中かける。おーっと、今のちょっとこう不運でしたね。不運でしたね。はい、垂直ジャンプが裏回っちゃいましたね。あれは瀬尾くんも分かってるんですかね。まあ、同行さんのアンラッキー。これはもう完全五分なんでね。そうですね、同キャラ戦がどっちが上手いかっていう。これは登れジャンプズタイパン確定。さあ、100列タイク投げて、浮き身がないぞ。元気くん、あー、ここは、まあ、見てなくても安定っぽかったですね、出したのみて。そうですね、差し返しはなさそう。当たってしまって割っていく。うまいぞ。さあ、大丈夫。2本目は闘魂さんが圧倒していく。これチュンリー同キャラ戦でもやっぱり投げ減りますね。いや、減る減る、すごいですね。めっちゃ減ります。さあ投げて、くらい投げになってるか。さあ、ゲンがうまい。さあ、お互い決めたガード、はい。さあ、この状、あー、うまい。展開が、おーっと、キャンセル。おー、うまい。さあ、ダイレクト投げてもよかった気がするわ。あーっと、背中切れ、変な取り方。削っていく。下げて、減らない。あー、ここは冷静にジャックパンタイク。
瀬尾くんが2連勝。はい、減るなぁ。配信ケンジくん、さあ先にケージ食べたのは闘魂。はい、さあうまく使いたい。体力はほぼ同じぐらい。ここは透明じゃないともう使えませんね。あーっと釣られてしまった。あーさすがに見てましたね。素晴らしい反応。チュンリーチュンリー難しそうだな。難しそうですね。よく同在戦でパレ対ヒデとか懐かしいです ね結構当たってましたね。うわー、あーっと当たってしまった。打ち出し状態うまい、吐かせた。ここはさすがにジャンプが遅すぎましたね。さあ瀬尾チュンリーが3連勝。闘魂、はい、さんも同キャラ結構勝ってたようなイメージはあるんですけど、瀬尾くん強えな。あっと今のは連続で痛かった。そしてテンションを空中で落として厳しくなってきたぞ。さあ元気っ子はガード投げて、はい、さあ中キックで暴れるのが瀬尾。あっ、おっと、ナイス回避。おっ振り向き機構ですね。もう瀬尾君に反応がいいというか、はい、あの目の前の背中蹴りに返してもちゃんとあの、はい、ピンタで返してますからね。攻めどころが少なくなりますね。さあゲージ溜めるのもうまい。そして画面端、ここは確定ではなかったが、おっと4連勝か。いいですね、4連勝。さあ闘魂さんもこうあれですね、こうガチの怠慢じゃないんで一勝一本勝つっていうのを今はやるぞ。あーやってしまった。さあ入ってないよ。残り0だった。ゼロは確です。さあ5連勝にリーチが瀬尾、はい、ああ逃げれた。うまいですね、あの反応。もう甘えた背中蹴りは許しませんね。いや異次元の対決になってきたぞ。あれを今の背中蹴りを、はい、背負は落とすんですけど、はい、高校さんは落とせないんですよ。あ結構それが下がちょっと地味な下がってするんですよね、あれがね。じゃあ出せる。アイチ、はい、お、あさあちょっとふわっとなったとこ難しく思えたけど、ガムじゃって減らない。さあしっかり選手で待ってる。さあ今は赤くなのか。強い、5連勝、はい、トップですね今のとこ。いや闘魂さんとしては同キャラで5連敗はきついですね。さあなんとかして、はい、さあ対空飛行機がうまい。さあ、あった怪しいが、ラッキーでしたね。はい、さあこれ闘魂ペースが、おお、一気に崩れた。垂直ジャンプにも戦列を合わすのがすごい。次の戦列もちゃんと読み切ってましたよね。さあもう溜まってしまったぞ。ゲージ溜めるのもうまいですね。うまいですね。ここは先生ガード。さあもう一本は溜まりますからね。
そしてしっかり待ってる、はい、さあ今度は今度は東光さんの逆襲、そうなの、あれ要は台だからじゃないですかね、あれない負けるよ、あれたまにあるドクサ君が4分の1ぐらいだと、はい、今じゃあたまたま今井大君、いや今百列抜けると思ったら百列が一歩勝ちしたな、はい、あーこれはうまいな、ナイスカード、あーもう一回踏みつける、さあ瀬尾が6連勝、はい、涙を流し闘魂で、あのチュンリーの踏みつけって、はい、着地がゼロ触れなので、ゼリドくん、はい、絶対あの、はい、空中で落とさないといけないんですよね、こんな踏みつかれた後画面端で何にもないんですよ、追っかけられないし、そう着地ゼロ触れってことは投げれないんですよ、はい、ないんですよね、投げれないってことはないんですけど、はい、向こうの投げが普通に入っちゃうっていう、おいいですね、ナイスタイク、今のは冷静ですね、この次も冷静さが見たい、さあ先に先手を取ったのは東根、ここで止めるか、さあ上り中盤危ないよ、ピオリチ、ここはガードするしかないが東根くらい投げもできない、さあ飛行機も打てないぞ、さあ先っぽが強い、いいお見合いになってきたぞ、あーっと踏みつけから投げる、さあ1匹、そして7連勝にリーチが瀬尾チュンリー、はい、さあ怖いよ、出してしまった、投げ返して、はい、これあるよ、危ない、今の人はちょっと際どい案件が、あーっとここで百列が重くない、相打ち、さあ相打ちでいいぞ、あーっと分かんないぞ、どうする、あれ止まない、あーっとここで飛行機を打ったのせよ、7連勝、さっき角打ったと思うんですけど東光さん戦列、あそこでね東光さんね大キックに行っちゃったんですよね、あーそうですね、あれ中キックだったら先にダメージ取ってたかもしれないんですよ、はい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 、飛行圏に、さあいいぞ、あピオラない、この後は逃げる、あーっとここはほぼもうカチカクみたいな感じでしたね、はい、さあいやこれ止めれるか、これで抜け出してほしい、投げて、あれ多分ビンタで落ちると思うんですよね、あーそこですか、はい、さっきからあの背負は落としてるのであれを、はい、あちょっと踏みつけが持てなかった、さあ辛いぞ、あゆち、ただこれは多分千年当たってもまだ生き残るんじゃないですかね、お、あー分かんない、あるよ、あそこの背中蹴りの対処ですね、今の中盤かなんかに戦列いっても削れませんよね、さあ相打ち、さあここら辺でちょっと、あーピオリよね、そうなんです、ちょっと暴れっていうかこうガードが必要なとこ、東光さん頑張ってほしい、
さあ瀬尾が8連勝、はい、さあ今度もいいぞ、あ今の口だけうまい。さあ口だとして、あースポなんすよ、あそこをちゃんとあのビンタで落とせるはずなんで、さっき言ったやつですね、あれはスパゴン出してもしょうがないと、うまい、投げて、さっきのラウンド前半戦は東高さん良かったんですけどね、じゃあ見てから、見てから、じゃああるよ、あれですね、さっきの空中で、あ、そうそう、あれもピンタで落とせるはずなんですよ、はい、さあ瀬尾は9連勝、9連ですか、もう10連勝したら一応おしまい、ね、うん、10連勝でおしまいしましょう、多いんで、あ、ムロ君よかったら来てください、さあ10連勝にリーチが瀬尾純理、そして相打ち気候圏体育、投げて、ムロ君投げて、テンションで暴れる、投げる、マーカス、そうですね、あれを やってるやってないの違いが相当あると思うんですよ、さあ投げるのはトーコン、今のヤクコーケも危なかった、さあ元気が来て、はい、あーここはじゃあ瀬尾くんおしまい、10連勝したんでおしまいです、打ち止めで、じゃあ高校さんは残念ですけど、あ、ちょっとムロク来て来て来て、お願いお願い、ちょっとムロク入る、ちょっと待って、あ、じゃあ高校さん連戦ですね、チュンリーローキャラが連戦の、じゃあ10 トコちゃんチュンリー選んでいいっすよ、チュンリー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 、ジャメイカラウンド1、はい、じゃあ草くん倒しちゃっていいよ、うん、10になった、さあまたしても同キャラ、はい、今度は草春に、まあ、まあ瀬尾くんの色を引き継いだ 2P が草くんです、さあゆっくりな展開ですね、三角飛び釣り、あれあれもすごい技ですよね、投げて、はい、さあ引っかかる、あーうまい、今のは今回は東高さんいい動きですね、削り機をここで貢献、貢献までセットだ、
さあ引っかかって、おお、いいですね、あの入れ込み大パン。狙ってるぞ。さあ引っかかって。当たんない。あー、ここでピョル投げる。ピョル君。なんでもいいけど、うん、さあお次の 2P の竜はさあ元僕と同じ釜の飯を作った草加勢の室君、数年ぶりにさっきお会いしたんですけど、まあ、フォークから何でも使えるんですよ。器用な室君は今回は竜で。さあ、いい闘魂が出てるぞ。さあ、1本目は難なく闘魂。投げが減る。今回は闘魂さん、小手くんお願い。あと周りでやってない人声かけてもらっていいですか。さあ小手サガットが入る。この対戦はサガットは厳しいですけど、ネガさんありがとう。チュンリーも素直に飛んじゃうとこういうことになって処理られちゃうっていう。一本目はね、小手くんがいい感じで取りました。チュンリーはこれタイガーを避けれるんですね、踏まないで。あと垂直時のバリアが強い。それをサガットは見てからなんとかしないといけない。戦列もどっからでも当たる感じなんで。さあ飛べないぞ。さあこれはドコンさん反省しないといけなくなるぞ。そう、踏みつけの中キックがいいんですよね、クラ君ね。さあガムった。そうは出張技が今終わったぞ。コテ君が取って、さあうまいぞ。闘魂さんも昔もっとつらいエッサガの宗男君とやってたはずだが、思い出してほしい。うまいよ。あれはチュンリーはもう暴れないことでしょうかね。さあこれは大丈夫な飛び。
さあここからが厳しい。分かってたけど当たっちゃう。これはちょっとカプコン、ちょっと緊急電話設けてほしいな。これさあもう溜まってしまうぞ。はい、こういうこと。はい、お次はトリクルさん。いきなり引っかかった。ハイハイに見て出したのかはわからないけど、おしゃがみで入る。さあうまいぞ。ドリグラさんはでも残り1ドットなんで冷静に処理る。さあ前に出て大きく引っかかったけど投げ返す。さあ冷静、これは割れないか。さあ最後に割って、さあチュンリの強さが出てきたぞ。大きい立ち台系が強い。さあラッキーな投げ、コッパンレッカー、残り1ドット。どこさん疲れてないですか？大丈夫ですか？頑張ってください。さあレック引っかかって画面端は、さあ逆転したか。さあかぶった。やっぱねこの試合早いですね。さあ出なかったぞグリグラさん。まあ、ゲージ貯めた方がいいよ。今のはちょっと安直だったけど、まあ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 、福田君が後ろで笑ってる。おっと、さあこれがチュンリーだ。おっと離して、これ引っかかってもダメなんですよ。それはまああとでね、まあまだまだ途中ですけど。おお強いぞ。今回はいきなり闘魂ペース。さあ隔離はしないけど、まだ分からんよ。ガードキックの処理がちょっとその時々で
難しそうですね、フェロンも。さあ、落ち際に劣化3発。さあ、ここはグリグラさんが取る。くれますか。草くんがちょっと一緒にマイク喋ってくれます。これですか。はい、聞こえます。はいはい、まあはい、まあとりあえず東郷さん結婚おめでとうございます。おめでとうございます。とりあえずそれは言いたかったです、はい、僕はさっき、はい、サクッと負けてしまいましたけど、はい、いや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 、あのちょっと今日忘年会あったんで。あ、いいですね、そういう時期ですね、はい、もう立てるわけもなく飲んでっちゃったんで、はい、って具合でしたけど、まあ、ちょっと適当な解説はできますので。いやー、ありがたいですよ、ほんと。はい、じゃあこれ引っかかって あーと、ダメ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 。まあそうですね、3発ガードが、まあそうですね、はい。さあここは東郷さん削りじゃダメだから合わせに行くか。これでも相当チュンリー有利なんですよ。いいです、ね、あー、まあでもありありあり。あっ、あの状況基本的に弱気層を盾にして、はいはい、まああのフェイロンがもう結局前飛べなかったりとかなっちゃう状況になっちゃうんで、あそこになっちゃって、であの体力差だともう戦列ガードさせたらもう終わりみたいな状況なので相当有利な状況ですね。フェイロン難しそうですね、返すのが。あ、この、まあ、画面下がりきついんですけどね、お、ダブルアップ、お、結構減った。まあでもこう今までいろんな相手今東郷さんやってきましたけど、はいはい、後でこれ動画見直せたらここがいい悪かったっていうのが、うーん、そうですね、東郷さんがそれ振り返ってくれたら、いいことになると思うんですが、すごいここまでのこうキャラと相手対戦一気にできるっていうのはあんまりないですからね。しかも録画に、まあ、基本的にあの関東の順にみんなフェイロン苦手というか嫌いまでありますから、はい、特にフェイロンとやった試合とかは 見返すのはいいかもしれないし、フェイロンはやっぱり僕もフェイロンとじっくりやった試合とか自分ですごい見たいぐらいなんで、はい、やっぱりこれは後で、はい、糧になるとは思います。お、今のいいですね。まあまあ、すごいな今の頑張り方、ね、あーでかい。あれは基本的には画面端チュンリーはしゃがんでた方がいいんですか、あのカラキアンテンション。そうなんすけど、そうまあそうですね、基本的に立ち側、うん、あんまり推奨されないですね、はい、投げられた後も、はい、もうしゃがみの持続あったら、はい、今のレッグだったらもう、はい、テンション間に合うんで、まあ、ちょっと、まあ、カラキャンつって、まあ、中足とかをカラキャンして引きつけるのが必要ですね、はい、中小ってベンチなんですよね。そうですね。あ、でかいのあるよ、はい。そして画面端のプレゼント、おー、失敗したけど、あ、でもこれでかい今、はい、画面端に東郷さんが投げたのはいいことっちゃいいことなんですけど、そうですよね、その後が難しいんですよ、あれテイロン側の投げとかが確定しちゃうんで、あれ、あの、うまくやらないと、うまい。そう、このモードがフェイロン一番きついと言われてるモードですね、端端の飛行圏モード、あれをキープしたいんですけどすぐ終わっちゃった、はい、あれをできたらもう全然チュンリー側の勝率変わると思います、あれをすぐ終わらせないのが個人的にはみんなやってほしいポイントですね。トーコさん2回で終わっちゃった。いやー、これ厳しい、うん、今隠んなかったですかね、うん、ちょっと怪しい、怪しいですね、うん、隠ってないですね、
今6連勝あそうですねやっぱ関東チュンリーはフェイの苦手なとこからスタートしますね出てますねこの後が難しいですフェイロンフェイロンというかチュンリー側ができれば前に投げた方が理想なんですけど、はい、やっぱガード方向に投げたいっていうのが気持ちあると思うんで前に投げればああいうことにならないですけど、はい、なるほどですね、うん、さあ前段食らうあでかいのあま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 ああるよ、うん背中蹴りごまかしは結構ありっすいろいろと、あそこに出っかけるとこあったらもう勝てるんで、見てから台形これはきっちりやりたいポイントなんですよね準備側はさあいいガードここへこれが重要これができたらいい感じですねできたら違うできたらそれでもう飛行機その後ガードしただけで、超有利なんですよ間合い的にそこまでワンセットで、はい、終わらせられるぐらいで、気持ち持てれば全然本当に勝てるんです正論というのは今の打ち切り OK ですね、まあ、そうまあしょうがないって言ってますねあそこに反応っていうのはさすがに台形で落とすっていうのはポイントなんですけど、はい、その後もう飛行圏一択中ぐらいでもいいと思うんですけど中とか台で何でもいいからガードさせて、はい、とにかく間合いを離すっていうところから、はい、ポイント作れたら多分春リース界でそうなんですけど、はい、みんなフェイロン戦悩んでると思うんですけど、そういうところから組み立てていくと変わると思うんですよ外野っていうのは、はい、とにかくこんなキャラ使い合わせはダメなんですよ勝てるわけないんで使い合わせたらやっぱアウトレンジで戦うとそうですねもうそこで離すそうそうこの表現重要これこれうまいです重要なんですけど、うん、圧倒が、まあ、まあまあまあしょうがないいろいろあるんでしょうがないですけど、はい、さあここは、うん、これはうまいですねここはまだいいですね、うん、そうですね今のはバックジャンプだけ安定ですいい形を残してもらいたいですね、東根さん、うん、この間合いの感覚そうですねもっと打てるんじゃないですかね、どうなんですかそうそうでもないこの間合いがきついところはい、なったいたいさあ、ガブジャってあるかもあ惜しいこれで今7連勝ぐらいですか7になっちゃいましたかな 8連勝とんでもなかった8連勝だった8連でオーラオーラもいいですねオーラも強いですよね、ちょっとレッグには弱いんでちょっとちゃんとレッグと前飛びっていうのを見分けられれば、はい、オーラパンチっていうのはすごい機能します あのちょっと大形は発生遅いっていうか、はい、あんま信頼性がちょっと見分けられないと大形の方がいいですけど、はい、さあ見分けられて前飛びだったら、はい、オーラパンチの方が強いですねオーラ使えますね発生年とかだと、あーそうね、しょうがないあ、うらい、うらいこれはしょうがないやつだあってももう分かる瞬間もう準備やってるとあ、これ死ぬわってでかいんだよね、一発がほんとフェイロンって思いますね次は投げればいいけどあ、おマジかレック投げだよあ、助かった、前段じゃなかったおーっと、キョンシーで返した飛んでたっぽいね、前飛びこれあと1回で終わりですよあと1回で10連勝でおめでとうございますうん、落として裏あーなるほど僕だったら聞こえていたけどあれ今あれ溜まってないからちょっと前行っちゃってるんで、ただ離れたいですね僕の心境としては
たとえ聞くことすらも怖いんで。あのちなみに経路の投げに対して、はい、そのなんでしょう、テンションで暴れるのもありですよね、タクですと。ああ、あれですか、裏表振るやつに関して、はい、そうですね、投げだったりテンションとかで、はい、まあそうですね、できれば見てから全部ガードとかが正解なんでしょうけど、はい、まあちょっとそれは甘えも含めてちょっと投げとかテンション入れちゃいますよ、僕は。終わっちゃった。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。チャーシューさんもおいで、はい、こっち回ってきて。ニカさん、あ、ありがとう。あ、リセットしちゃった。ニカバイソン、さあ僕の誕生日一緒のニカさん。おー、これはどうですか、この対戦は。いやー、まあさすがに僕はガン有利と言い張ってますけど、はい、まあ、チュンリガンも難しい部分が、現実はちょっといろいろ辛いですよね。あと、まず、まあ、飛行券が打ってます。俺を見るな。投げが減るのはみんな知ってるから俺を見るな。今更でしょ、もう二十何年やっててこんな減るのみたいな顔されても困りますよ。お、そう、ゲージ貯めようと思ってバックジャンプスピアやると、はい、あれ刺さっちゃうんですよ。いわゆるただのバックジャンプだったら、ただのバックジャンプあれは当たらないですよ、ね、そういうことです。シューピーありますけど、そうそうそう、ガムジャパンか、頑張れね、頑張れね。ガムジャパン、チョンシュさんは、いやー、ちょっと頑張ってきましたね。カーシムもおいで。いや、これ面白いっすね。いいですね。まあ、僕も僕でチームに真剣なく喋ってればいいんで、結構楽に前に向けますね、これは。多分ケン側の心境としては多分これダメからダメなんですけど、はい、すんなり溜まっちゃったんで、多分クソゲーが始まって、あ、でも放っちゃったでもあれですけど、まあまあまあ、まあこっから逆転は飛び込みとか掴みが来ないと厳しい。多分チュンリガーもそこは警戒すればいいと思うんですよ。はい、相打ちで OK。 そうそう、チュンリガーで読み合ってる限りはチュンリーのゲージが溜まっちゃうので、はい、なるべく早く、あれ、お、あらららマジか、やっちゃいましたね。まあ、ジョージはうまかったけどね。今、レッパ出してればっていうところも、自分がレッパ出ないのを信頼してたの。冷静、冷静。お、そうそう、踏み込むんだよ。あー、こっちはジョージさん。まあ、絵的にはね、まあ、繋がってないけど、やっぱり投げこすっちゃうっていうね、しょうがない。そこに壊し、でかいよね、っていう思いますね。さあ、ガムじゃって、うん、ガムのありだな、こうやって見ると勉強になりますね。チュンリーも剣怖いじゃないですか、やっぱり。そうなんですよ、僕はもうすごい怖いキャラ、筆頭ですね、剣って。ほーら、来たぞ、うまい、立ち中華、まあ、完璧ですね、チュンリーが。圧がいいですね、こういうとこですね。はい、気をつけ、やっぱチュンリーもこう剣の勝利怖いから吐かせたいですよね。で、剣で転ばすとか吐かせた上でこれを借りたいんですけど、はい、あ、今うまいですね、うん、こういうことはやりたいですよね。あ、うまい、はい、今のは完璧。結構剣の着地の硬直に合わせるのって難しいですけど、難しいですか、きっちりやってきましたね。さあ、入ったぞ、おお、うまいぞ、さ
さあそこは、あ、レッパじゃなかった、うん、ガードとしてレッパで終わりぐらいのところを、はい、なんかちょっとごまかせたっぽいですけど、はい、ダメだったのかな。ダメだった。最後あれ勝利出したの？タッチ中盤的な感じになるの何かになったけど。さあこれは、うん、大丈夫でしょ。今の試は、わざとやってるっぽいですよ。ちゃんとゲージ溜めて前に出るっていう。溜めて前に出て。他のチューンで誰もやってないですけど。あれいいですね。うん、初めて見たから。いいっちゃいいかもしれないですけど。はい。まあ、一気に前に取っちゃうのもありですかね、話か。お。これは気をつけて。そう。あれは何が正解なんですか、準備側としては。どれだろう。この後っすよね。最後の。いや、まあ、しゃがみ。わかってれば、大K っていうあの転向脚っていうのがあるんですけど、あれとかバックジャンプ系の何かなんですけど、まあ、いや全てを理解って難しいんですよね、あの卓球だと。まず警戒しなきゃいけないのが、あのすぐ前に入れてるやつなんですけど、チュンリーにはめくれないんですよ、それは。ただそれに対して昇竜で、なんていうんですか、チュンリーの投げとかを暴れる昇竜狩りっていうのがあるんで、結構剣でそれやってくるんで、一番それを警戒するんですけど、ワン、なんていうんですか、それを今一つ待ってやってこなかった時点で、はい、次なんだろうって思っちゃってるんですよね。取りましたね。まあ、話が途中で終わってた。今3連勝中。さあ昇竜が暴れに刺さる。お、繋がった。初めて繋がったっぽくで。ちゃんと3手出てましたね。そうですね。ただガムじゃバレない、うん、そうそう、まあ、ある、ね、重要重要、うん、多分この組み合わせはとりあえずあの剣の飛び込みとかをとにかく警戒すること、あとこけないことなんで、あ、こけてからもうそれやるんだったらもう、今のぶっぱぐらいの損率は重要だと思います。はい、はい、からの、あ、繋がってないけどその連携で OK。 あー出たね、喧嘩のフォート。じゃああれもできればそのテンションとか引き付けテンションで返せれば全然違うんですけど、多分投稿さんそれができるかどうかって言われてちょっと怪しい。見たことがないですよ。その前にもう分かってた立ち台系とかで相打ちでも、でも今の帰り方負けちゃうから、うん、そんな感じですよ。じゃあこれはいい流れだよ。あの時は本当みんな最近龍拳やってくるってムカつくんですよね本当にあれどうにかしてほしいですよじゃあこれはやばいけどジャンプ、あれは大系中系、あ、でかい。来たよ。何でか、何をやった今。あら。さあ、お見合いになってしまってるぞ。さあ、いいぞ。今の重要、画面端だけの重要。いいっすね。さあ、長州さんもでも落ち着いてる。うん。まあそうですね、このリードは、あれですね、さっきの、いわゆる空中とかにも裏回る系のやつにも強いんで、さあ、終わったー。大パン、なんだろう、波動拳出なかった。はい、クラウザーお願いします。まあ、最悪確かに
5連勝ぐらいしたんじゃないですか、でも長州さん。さあ、倉橋さん。さあ、伝統の一戦的な、こう、リュウチュンリー。うん。うまい、立ち壊し投げ。あ、テンション潰し。うわー、えぐいな。間合い管理が素晴らしい、うん、うわ、あ、出ないっぱい。おーっと、おー、いってしまった。いろいろ出ないっぽいのが伝わりますね。そうですね、やってることは分かった。いやー、でも、うん、えぐいんすよ、倉橋さんがやってパクって全部、とにかく中段入れたりとか、はい、結構全部いなしてる感がありましたけど、どうですか、今のさっきのラウンドは。この後までそれが続けられれば、はい、って感じですが。さあ、うまいなー。お、さあ、ファイヤーもらって、ファイヤーやらせですよね、ほんとファイヤーって技、あれで焦げちゃうんですよ、これで。あ、今のバードキックはいいですね、多分勝負出したんですよね、たまたま、うん、いい逃げでしたね、うん、真空溜めて、あ、その前に潜めましたね。はい、真空を溜める、匂わせるっていうのをやられると、チェリー前出ちゃうんですよ、ね、やっぱりその前にと思っちゃうんで、そこをうまく仕留めた感じですよ、今も。なるほど、うん、いや、この組み合わせだけは本当ゲージ状況を、春日側すごい気にしてると思います。他のどのキャラよりも本当その状況の立ち回り変わるんで。あー、受け身取ってないので、あー、ここでかぶった。おー、トーコさん数字で仕留めんだ、初めて見た。あれをちゃんとやれてれば、こう、助かる試合いっぱいありますよね。そんな難しくはないですけど、あんまやってるチームで見たことないんで、やってましたね。あ、マーカス、お願いします。さあ、倉橋さん、ちょっとね、あ、うん、同婚さんが結婚なんで、おめでとう組手っていう、そうそうそう、うん、もうちょっとね、僕個人的には倉橋さんの竜とチェンリー見たかったです。はいはい、そうですね、倉橋さんも終電もあるんで、うん、またいつか機会があったら。さあ、マーカスですね、マキリケン、マキリケン、勝利は出なかった。さあ、飛んでしまって、うん、なんか、はい、さっきの流線と、まあ、に比べて、なんか剣の方が思い切りがいいのかな。ああ、東高さん的にはやっぱ竜と剣、好き嫌いありそうですね。ありそうですね、なんか今のもそうですね、うん、まあ、この試合は運びはもう完全に、うん、お、マジか今の。なんで機構が出てないけど、まあ冒険でったら終わった。あー、今そうですね、冒険出なかったかな、ね、おー、あー、ユージオッケー、こけてしまったけど、しょうがないですよ、離陸踏んじゃう系は、うわー、今のはうまいんだかラッキーだか。まあでも、直前に立ち受け出してたんですよ、つられちゃいましたね、あれは。わかりますね、うん、さあ、あとは松本さん、やりました。どうぞどうぞ、ちょっと僕、
さあ、千里ジャンディですが、おっとおっと、マイクやった。16キャラいるとしたら、僕はこのザンギっていうのがチュンリー一番楽と個人的には思っておりますが、そのぐらいチュンリー有利ですよ。そうですね、この立ち台系とかも飛び防止ですごい強くて、ダブラリさえ警戒すればっていう、間合いで打ってれば強いやつです。炸裂も本当にどうしようもないですよね。あれ先飛んでなきゃいけないぐらいで、このままは辛いんですよ。しかしまあスクリューに対しては戦列が勝っちゃうという図式ですね。やってない人いますか？もういない？いないんじゃね？アベギンさんとやった？やった。シュウさんともやったんだよね。あと誰もやってない。じゃあとりあえずはのじ合いしてればいいじゃないですか、トウコンさん。え？ああ。はいはいはい。でものじ合いしてるしね。パーシム。のじ合い中。まあでも時間も頃合いですしね、そろそろもう、うん、なんか挨拶してもして締めます。あ、やります。あ、じゃあ少し松本さんが、あ、大丈夫っす。まあ時間的にそろそろ頃合いやと思いますので、ラストかもしれません。あーでも、うん、切り替えてましたね。そう、劣化に対してのこれが実は背中蹴りが結構強いんですよ。もうなんていうんですか、体位が入れ替わっちゃうと言いますか、状況によっては画面端を正論に背負わせられますから。しかしこの体力差もう、そうですね、逆光だけでいい。まあそうですね、まあカーシムさんが次やれそうなんで、お、じゃあスタンバイしとってください。カーシムさんでいい区切りかもしれないですね、時間的には。そうですね、ガムシャラ的にもガム、まあそうですね、長年チームメイト的な感じだったんで、強制的にやらされたってやつか。そんなことはない、まあ、まあ僕も一回一緒に出ましたけど、はい、あ、終わった。あー厳しいな。じゃあ川島さん、多分ラスト、多分ラストの人締めでいいっすか、川島さんで。まあ、東根さんね、婚活長かったっすんで、長かったですね。皆さん知ってる人は知ってると思うんですけど、10年以上、まあ、僕が X を始めたての頃、この人はただの婚活おじさんでした、もうすでに。あー、マジかよ、ピヨッタ、ピヨッタ投げ蹴ったよ。え、ピヨる要素あった、どこ、中パンと、あ、中足、あ、まあ、まあ、ダルシムですし、そっか、まあ、しょうがない。打点数を読み、大パン、中パン当たる、当たる。あ、まあ、まあ、冷静、冷静、ここは冷静に、うん、減るんだよね。いや、チュンリーの投げも大概って言われますけど、ダルシムの投げも減りますよ。いや減ります。ちょっとそこはみんな見てほしい。言うて減ります。うん、しかも片方はつかみっていう面倒くささもあるので、うん、そう、あ、繋がってないけどでかい、ピヨンないのでかい。
般見せなかった春里側と投げた、できなかった、投げちゃう、ありありあり、ゲージ持っちゃうとあれですか、もう投げが生きるっていう、大パン大パン、ピヨるよな、ただピヨっても安いんですよダンチームってキャラは、ゲージは溜まるけど、確かに、これはどうだ、あーいい風に出なかったかな、届くの、あ、まあまあまあ悪くない、距離によっては全部当たるよ、ちょっと遠かったっすね、ここの実は結構心理拷問、あここは前飛んだりして、まあ、お釣り覚悟で前飛ぶとかしなきゃいけなくなっちゃうんで、さすがきついんだ、ピヨるよ、あーこれは投げで終わります、そう下手手にあんまりだから打てないですよね、あー一発があるんで、ダルシム側はわーケアしながら、そうですね、うわ痛いな今、置いてある、うわーうわー1-1ということで、じゃあ東根さんはこれは一言もらった方がいいのか、一言じゃあもらえますか、東根さん、じゃあどうも、いやどうも、結婚したんで、なんか明日何、すみません、一応先日11月1日に入籍しまして、結婚祝いということで東根組でやってもらってありがとうございました、いやもう内容は全然しょっぱくてダメでしたねまあなんかもっと練習して強くなりたいと思います、まあありがとうございました、そんなところでおめでとうございます、ありがとうございます、ちなみにちょっと伺いたいことがあるんですけど、はいはい、前々から東子さんには言ってましたけど、はい、川島さんと小物道というものに関して今どういうふうに考えてらっしゃってるか、まあ、11月1日に入籍して、でその後新婚旅行ハワイ行って、ちょうど昨日帰ってきたばっかりなんで、はい、とりあえず入籍 と、新婚旅行は落ち着いて、あと、まあ、式はちょっとちっちゃいのをやるかもしれないんで、それは、ね、まあ、年内にやるぐらいのレベルですか、まあ、小物道はまあ早くて春ぐらい、お結構前向きっすね、夏ぐらいにやってもいいんですけど、 ありがとうございます、あとでもここだけの話、はい、あるプレイヤーとこの間ちょっと飲んでた時に、はい、俺とそれ的小物道やりたいっていうプレイヤーが言ってて いるんですよ、それは後で誰だか教えてくださいね、ちょっと後で教えます、はい、はい、うん、まあ、まあ、はいはいはい、とりあえずは早くて春ぐらいってことで、まだ今全然練習できないんで、はい、すいません、今日本当しょっぱくてすいません、もう恥ずかしい映像残しちゃって申し訳ないんですけど、もっと練習して頑張ります、はい、おめでとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、じゃあとりあえずこんな感じですかね今日は、はい、はい、ありがとうございます、